すべて間違っていませんと罪を認めたのは、高知市の無職、川崎和文被告です。川崎被告はおととし、当時住んでいた香美市のアパートと、高知市春野町の神社を燃やした現住建造物等放火などの罪に問われています。今日の冒頭陳述で弁護側は、川崎被告が軽度の知的障害などの影響で、当時自身の行動を制御できない心神耗弱状態にあったと主張。一方、検察側は、放火に及んだことは被告人自身の意思と判断で十分に非難できる、責任能力に欠けるところはないと指摘しました。公判は明日も開かれます。